ジョジョの奇妙な冒険、ジョジョの奇妙な冒険、ジョジョの奇妙な冒険、中国語、ジョジョ的奇妙冒険は、荒木博彦による日本の漫画作品。略称は、ジョジョ。集英者の少年向け漫画雑誌、週刊少年ジャンプ2986年から2004年まで、集英者の青年向け漫画雑誌、ウルトラジャンプに2005年からと長期にわたって、連載されている。 シリーズの単行本は100巻を超え、累計発行部数は2016年12月時点で1億部を突破している。2006年の文化庁による文化庁メディア芸術祭10周年記念アンケート企画、日本のメディア芸術100選にて漫画部門で2位に選ばれた。作品全体のテーマは人間参加、仲間たちとの絆、 強敵との主闘など少年漫画の基本を抑えながらも、個性的な表現方法とホラーサスペンス的な不気味さで独自の世界観を築き上げており、その作風は王道を生きながら実験的と評されている。少年誌にして大人向けといえる作風であり、荒木自身も子供向けに描いてはいないと発言している。メディア展開は概ね各部ごとに行われており、アニメ化やゲーム化、 小説家、映画家などが行われている。外伝作品も複数発表されており、パート4のサブキャラクターを主人公に据えた、デッドマンズ級、岸辺露伴は動かないの2本は、短編集、死刑執行中脱獄進行中に収録されている。岸辺露伴は動かないはシリーズ化し、週刊少年ジャンプ、ウルトラジャンプ以外の雑誌でも発表され、まとめられて、 単行本になっているほか、岸辺露伴ルーブルへ行く、岸辺露伴グッチーへ行くなどにも派生している。そのほか、番外編、ボイン語と、ボイン語兄弟大冒険、文庫本、全一巻もある。これは、パート3の作中作である、母ン語の漫画自体を独立させ、岸辺露伴の解説をつけるなど、実物の漫画作品としたのであり、パート3の文庫に合わせて刊行されたが、 その後は絶版になっている。25巻、パート3、ダービー停戦から、すべての漢字に、ルビが振られるようになった、正確には、漢数字を除く。ジョースター一族と、邪悪な吸血鬼と化したディオやその後継者たちが、一世紀以上に、渡って繰り広げる戦いを描く大河軍像劇である。単独の人物を、主人公としておらず、主人公が変わるごとに、 大部部分に数字と部数が進み、作品のサブタイトルも変わる形式を採用している。主人公が変わるだけでなく、作品の舞台やテーマも各部ごとに変化している。現在までにパート1からパート8までの8部、パート8は2018年現在連載中が発表されている。各部にはパート6、第6部執筆時以降に副題が与えられており、 以下の通りに構成されている。現在使用されている副題は戦術の通りパート6の執筆時に後から付けられたものであり、それまでは日本語でだいぶと表記し、主人公名と副題が付けられていた。作者はパート3の執筆時から副題を付けるつもりであったが、既存のジャンプコミックスとの整合性が取れなくなるという理由で編集部から却下された。こういう初期事情から、 単行本、ジャンプコミックスは、パート後、63巻までは、副題が書かれておらず一貫して、徐々の奇妙な冒険として刊行されており、クギリも単行本をまたぐ。後の文庫版や廉価版などは、パート、副題ごとに区切って刊行されている。3部以降のサブタイトルには、主人公のスタンドと同様の鉱物、自然界の4大元素が含まれており、作者が意図して入れたもの。 これと同様に、単行本収録の際の各話の副題でも、パート1.2は、雑誌掲載時のものがそのまま使われたが、パート3以降は副題を付け直し、そののように一つの副題を何話かに分ける方式、とった。後にこの方式は、パート3以降との整合性からパート1.2の文庫版収録時にも採用され、各話の副題が付け直された。英語表記の、ジョジョ。 S. S ビザーアドベンチャーも連載開始時から用意されており、たびたび使用されているが、パーティーゴ第五部でのみイタリア語表記の L.E. ビズリベベンチャー D.I. ギオギオが代わりに使用され、ジョジョの綴りがジョジョからギオギオに変更されている。なお、週刊少年ジャンプ掲載時はロマンホラー、シンクの秘伝説という編集部の考案したキャッチコピーが添えられていたが、 単行本収録時やパート6以降は削除されている。現実世界の19世紀後半から21世紀現代までが舞台となっている。少数の吸血鬼や超能力者が存在するが一般には知らされていない。基本的に説明したものは生き返らない。イギリスの貴族ジョージ・ジョースター教の血を引く一族が主人公であり、部ごとに主人公が代替わりする。 主人公はいずれも、ジョジョという愛称を持つ。ただし劇中で、ジョジョの愛称がよく用いられていたのは、パート3初期までである。パート1及び、パート2は、波紋と呼ばれる、特殊能力を身につけた人間たちが吸血鬼や、柱の男という人間よりも、はるかに長命で強力な生物に立ち向かうという、作品で、格闘戦が主体であった。パート3以降は、 スタンド、ユーハモンと呼ばれる精神エネルギーを具現化した能力を使う人間同士の戦いが基本となり、様々な能力があるスタンドの攻防が作品の腰となる。最後の敵は時間に関する能力を持つ傾向があり、作者は時間を支配できる奴がいたら、無敵だろうな、どうやって主人公は勝つだろう、と思うと答えている。また、パート3以降の展開では、本体が 個人のスタンド、幽霊、魂を入れ替える能力など、霊魂が明確に実在するものとして描かれている。荒木作品の特徴として、よく、擬音と、ポーズが挙げられる。擬音は、ヘビーメタルやホラー映画などから思いつき、擬音によって、引き込まれる感じが違うと答えている。コミックスの表紙などで見られる、ジョジョ立ちと呼ばれるポーズに関しては、20代の頃に、 初めて行ったイタリア旅行において、ミケランジェロの作品に強い衝撃を受けたことをきっかけに彫刻のように肉体をひねるポーズを自分なりに漫画の中に取り入れたかったと語っている。家系図はパート3.13巻で初登場して14巻以降は単行本冒頭に掲載されている。パート4.56まで更新されつつ継続された。 パート8では3巻で初登場し、次第に詳細が明らかになっていく。15巻以降は、単行本冒頭に、キラケ、東方家の現在の家系図が掲載されている。パート1から6、パート7から8、ジョースター家の血統者に共通する特徴として、首の後ろや左肩のあたりに、星型のあざがある。ただし、マモルス家のみ作中では、 あざが確認できないが、アニメでは、あざが確認されている。パート3で、ジョナさんの胴体を奪って復活した、ジョナさんの体を奪ったディオにもあざがあるため、ジョナさんの子孫に、スタンドの影響を起こした。さらにディオの子であるジョルの、パーティゴ、主人公と、ベルサスタニ名、パート6、敵も星型のあざを受け継いでいる。ジオの骨から誕生した緑色の新生物、それと融合した、 プッチ、血縁者のウェザーなど、星のあざとスタンドワ地チに影響する。星のあざを持つ者同士は、お互いの存在をなんとなく感知することができる。パート8の東方サダスにもあざがある。設定がリセットされた、パート7以降のジョースター一族にも星のあざがある、ようである。ジョースター家の男性は、ほとんどが高身長かつ眼鏡な肩幅など、恵まれた体格を持つ。 イギリス貴族のジョージ・アイオやニューヨークで不動産王になったジョセフ、マフィアのボスまで登り詰めたジョルノなど、社会的に誰からも信頼されてトップ水準の地位を得るが、家族関係は発行。性格は好奇心旺盛で旅行好きである。ジョースター家の男子には代々短命であるというジンクスがあるとされ、十二巻、ジョージ教、ジョナサン・ジョージの三代続いていたが、 ジョセフが破っている。また、生涯一人の異性しか愛さない、ともされていたが、十三巻、こちらもまたジョセフが破り、被着室師の守ス助を設けていたことが判明する。台をまたいで、結果的にはジョータ太郎はジンクスに当てはまってしまっている。すべて終焉者間、単行本では、セリフの細かいミスなどはあまり修正されずに、そのまま版を重ねる傾向があった。 そのような箇所は2002年の文庫版化に伴って一斉に微変更、修正が行われている。パート6までの通算、週刊少年ジャンプ1987年1.2号から2003年19号、パート1から5、全63巻、パート6、全17巻。原作の途中のエピソードから映像化する形が取られている。ストーリーは一部が改編されている。 2007年5月25日に、上記のアニメ作品をすべて収録した DVD、ボックスとして、ジョジョの奇妙な冒険第三部スターダストクルセーダース、DVD ボックスが発売された。なお、OVA の作中、アドベンチャー6報復の霧に不適切な表現があったため、2008年5月より作品を収めた DVD の出荷停止処置が取られている。詳細については、 日本国外での反響を参照。ジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッド2007年2月17日全国公開はパート1のアニメ化作品で OVA とほぼ同じスタッフにより制作されている。ストーリーがかなり簡略化されておりスピードワゴンなど多くの主要人物も登場しない。原作のパート1ファントムブラッドとパート2戦闘潮流を描いた。 ファーストシーズンは、荒木博彦原画店除除店の記者発表会が2012年7月5日に、行われた際に制作が発表され、2012年10月5日から2013年4月5日まで、東京 MX、MBS、CBC、東北放送、RKB 毎日放送、BS11 にて放送された。全26話、第1部9話第2部17話、 原作のパート3、スターダストクルセイダースを描いた、セカンドシーズン、ジョジョの奇妙な冒険、スターダストクルセイダースは、2013年10月18日に、テレビアニメ版公式サイトなど、各メディアにお手て制作が発表され、分割4クールで、前半にクールが2014年4月から9月まで、後半にクール、エジプト編が2015年1月から6月まで、放送された。 全48話。原作のパート4、ダイヤモンドは砕けないを描いた、サードシーズン、ジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けないは、2015年10月24日に、セカンドシーズンのスペシャルイベント、ティーラストクルセイダーズにて、制作が発表され、2016年4月から12月まで放送された。全39話。原作のパーティー後、 黄金の風を描いたホースシーズンジョジョの奇妙な冒険黄金の風は2018年6月に制作が発表され同年10月より放送中原作のパート1.2をアニメの一つと自然にまとめたことで以後のシーズンナンバーは原作部とは一つずつずれている1992年から1993年にかけて全3巻で発売された 2002年 FIFA ワールドカップに向けたアディダスの企画アディダス漫画フィーバー雑誌に参加アディダスとのコラボレーション T シャツ発表2002年7月デザインはジョルノビームスとのコラボレーション T シャツ発表2003年8月ジョルノとジョーサムが描かれているユニクロのユニクロクリエイティブアワード2006に荒木博彦が審査員として参加し 自らもデザインを手掛けたコラボレーション T シャツを発表2006年4月パート4に登場したキラキチカゲのスタンドキラークイーンからスピンオフしたキャラクターキラータイガークイーンキラーダンシングクイーンの2種の絵柄ウルトラバイオレンスからパーティー後に登場したブローのグチャラティ仕様のカットソー、スティッキーフィンガーズブーチャラティ2007年 荒木広彦の原画とコラボレーションした、ウルトラバイオレンス女優の奇妙な冒険コラボ T シャツ。第2弾まで各弾4種類ずつと限定モデル1種と、石仮面モデル1種が発売されており、全10種、2008年。バンダより、ジョジョの奇妙な冒険アドベンチャーバトルカードの名で発売。同社のトレーディングカードゲームの特徴を色濃く、引き継いでいる。ヘビーゲージより、 スターダストクルセイダースの登場人物及びスタンドを題材としたガレージキットフィギュアコレクションが1997年に発売。全10種。戦闘潮流黄金の風を題材とするフィギュアの発売も予定されていたが発売中止となっている。言武器やアーティフェックスよりスターダストクルセイダースと黄金の風を題材にしたシリーズが2000年に発売。 それぞれ、スタンドと本体の二体セットとなっている。彫像系魂より、ファントムブラッドを題材にしたフィギュア、ジョジョの奇妙な冒険1が2006年8月に発売、全10種。ハジフシリーズより、ファントムブラッドと、戦闘潮流を題材にした、ガチャポン、ハジフシリーズジョジョの奇妙な冒険が2006年9月に発売、全5種。彫像革命、 メディコスエンタテインメントより、ジョナサン・ジョースターをモデルにしたフィギュア、彫像アートコレクションジョジョの奇妙な冒険、ジョナサン・ジョースターが2007年10月に発。2008年には、空城・ジョータローモデルも発売された。どちらも、全2種。また、2009年1月より、稼働フィギュア、彫像稼働が発売される。マスクコレクションシリーズより、 第5部に登場するスタンドの頭部を立体化した、ジョジョの奇妙な冒険スタンドコレクションが2009年10月に発売。2012年3月21日、グリコからジョジョの奇妙な冒険オリジナルパッケージがセブンイレブンで先行発売。さらに、対象商品を2個買うと、先着20名にオリジナルカレンダー、全2種1個が燃える。パッケージ商品は、下記の通り、 LG エレクトロニクス製のアプテマスビュー L-06D をベースにした端末で L-06D ジョジョとして15000台限定で2012年8月30日に発売。さらに2018年3月23日にはジョジョの奇妙な冒険30周年記念スペシャルモデルとして V30L-01K をベースにした端末ジョジョ L-02K が1万台限定で発売された。いずれも期間限定第4部を原作とする実写映画が東宝とワーナーブラザースジャパンの共同制作で2017年に公開。主演は山崎賢人。2010年に放映されたテレビドラマスペック警視庁公安部公安第5課未詳事件特別対策係事件簿は時を止める能力者。 二の前十一、十一が登場するなど、ジョジョの奇妙な冒険へのオマージュとして話題になっていた。その後、2012年に公開された劇場版、劇場版スペックアマネでは、上映開始前に、同作の公式ツイッターへ、ちなみに、スペック10には、ジョジョの奇妙な冒険が出演します。ちゃんと許諾をいただきましたとのコメントが出され、劇中に、 ジョジョの奇妙な冒険の単行本が小道具として使用されている。バラエティ番組、雨上がり決死隊のトーク番組雨トーク。では、ジョジョ好き芸人たちによる、ジョジョの奇妙な芸人が2度放送されている。日本国外では、イタリアで、ルビザ・アベントゥーレイ・ディアイ・ジョジョ。台湾では、ジョジョ冒険野郎のタイトルで知られる。イタリア語版の本作品のタイトルも、ジョジョである。 柔道が柔道であるように、外来語としては、J の字もあり得るため、オリジナル準拠の表記とされている。ただし、パーティコが開始している70巻、日本語版とは、関数が異なるの表紙は、ギオギオと表されている。2005年9月からは、パート3のみ、アメリカ合衆国でも発売されている。アメリカ版では、権利関係の問題を回避するため、エミヤバーが、 エニャバガイルに、呪いのデイボンが、ソウルサクリファイスになっているなど、アーティスト由来の人物名が変更されている。アーティストに由来する名称だが、一般に見られる生命であるポルナレフやアブドゥル、そのままとなっている。パート3の OVA 作品、ジョジョの奇妙な冒険アドベンチャー6報復の霧の中で、ディオブランドが、アラビア語の書物を読みながら、主人公一行の殺害を部下に命じるシーンがあり、 この書物の文章がコーランの一節、雷伝章の引用であったことが判明した。これを干渉した一部の人間がイスラム教に対する侮辱で受け入れられないとして反発し、また外務省の報道官の談話2008年5月23日付、でもこの問題が取り上げられた。原因は制作会社が雰囲気を出すためにアラビア文字の資料を探したところ、 コーランであることを知らずに転写したためと判明する原作ではコーランは描かれていない。集営者と制作会社は心よりお詫び申し上げます。イスラームとその文化についての理解を一層深めるべく努力する所存ですとコメントし、該当 DVD の出荷を停止。また原作にもモスクの描写に不適切な表現があったとして、パート3第3部の単行本文庫版に加え、 合衆2冊の計29冊について出荷停止の措置が取られたが、その後の2009年2月より、原作の該当箇所を訂正した改訂版が販売再開されている。米 NBC で放送されたドラマ、ヒーローズに登場する日本人キャラクター、エン、マシオカの有する特殊能力、タイムマニピュレーション、時空間コントロールはヒロが憧れている漫画キャラの人、 空城上太郎、及びディオブランドの時を止める、スタンド能力に由来するものであり、ヒロ自身のブログの HN も、ジョタロクジョ、空城上太郎にしている。なお、ジョジョの奇妙な冒険へのオマージュとして、ヒーローズの2、3シーズンでは、複数のエピソードで、無駄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 ,無駄というセリフが使用されている、より、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。